今フランスから帰国しました。夜までにはそっちに着きそうです。久しぶりに会えるのずっと楽しみにしてた。私も早く会いたいです。帰ったら一緒に買い物とか行きませんか？すごく行きたいんだけど、私だけ自由に遊びに行くのは翔太さんやお母さんに悪いな。何言ってるんですか。そんなの気にしないで、二人には私から言っておきます。じゃあお言葉に甘えようかな。会えるのは5年ぶりぐらい。気づいたら30歳になってました。フランスはどうだった？本場はやっぱり違う？全然違いました。毎日が勉強の繰り返しで、料理人になるために修行に行くなんてすごいな。自分の店を出すのが夢だったから、がむしゃらに走り続けただけですよ。私なんか何の取り柄もないし、この家でも誰にも必要とされてない。何かあったんですか？ううん、何でもないの。なんだか元気がないような気がするけど。そんなことない、大丈夫ならよかった。実は心配だったんです。どうして？昔からお兄ちゃんって嫌なやつだったから。え？3歳しか違わないのに人生の先輩だとか言って、とにかく偉そうにして、いつも上から目線で命令ばかり。そうだったの？嫌なことされてたとか？手は出されてないけど、女ってだけでお前は負け組だとか、役に立たないとか、出来損ないとか、しょっちゅう言われてました。そんなことない、ゆこさんは立派だよ。料理人になりたいって言った時も胃の一番に否定されたな。ひどい。フランスに行く時も絶対挫折して帰ってくるって散々からかわれたっけ。そんなことを言うなんて。だからお兄ちゃんが結婚するって聞いた時は心配だったんです。自分と同じように扱われるんじゃないかって。そうそう。でも泉さんにはすごく優しくて大切にしてるのが伝わった。そう見えたかな。寒くない？上着貸そうか？なんて言ってるの聞いた時はびっくりしちゃいました。ならよかった。やっぱりなんか変だよ。なんかあったんじゃない？そんなことない、ごめんね。本当に大丈夫。まさかお兄ちゃんに嫌なことされてる？何もないから心配しないで。それじゃそろそろ夕飯の支度しないと。忙しい時間にごめんなさい。明日楽しみにしてます。なんだか様子がおかしい気がする。気のせいだといいんだけど。私は優子、30歳です。料理人を目指して5年間フランスで修行してきました。私がフランス行きを決めてすぐに兄の結婚も決まりましたが、うちは母子家庭だったため、母が一人になるのを心配して、兄は奥さんである泉さんと実家に住み続けています。泉さんとは入れ違いでしたが、交際中に何度か会ったことがあり、とても優しく素敵な人で、兄にはもったいないくらい。私にとっては最低な兄でも、奥さんには優しくしているようで安心していましたが、なんだか元気がなく思えて少し心配しています。とはいえ明日は5年ぶりの実家。母は私の作る料理が大好きだから、何を作ってあげようか悩むな。数時間後。泉さんの様子が変なんだけど、一体何があったの？何の話だよ。今日一緒に買い物に行った時、夕飯は私が作るから楽しみにしててくださいねって言ったら急に泣き出したの。フレンチシェフ様の作る料理が泣くほど嬉しかったんだろ。残飯以外食べるのいつ以来だろうって言うのよ。実際そうだからな。何言ってんの、意味がわからない。相変わらず頭悪いな。言葉の意味はわかるよ、理解が追いつかないだけ。あいつは残飯処理係だ。俺と母さんの食べ残し以外口にするのは禁止してる。は？ただ残したままじゃ普通の食事だし、全部ぐちゃぐちゃに混ぜて残飯っぽさを出してるのがミソな。頭おかしいよ。意外と大変なんだぞ、残飯以外食べないように監視しておくのとか。どういうこと？あいつには基本的に常に母さんを見張りにつけてる。お母さんもグルなの？母さん俺が一番大切なんだよ、どんなことでも従う。確かにお母さんはお兄ちゃんのこと溺愛してたけど、読みいびりするようなひどい人間じゃないはず。俺のためなら何でもするよ。信じられない。まあ飯食わせてもらえるだけありがたいと思えって話。最低。食事は残飯で十分だし、風呂は1週間に1回でいい。まさか自由にお風呂にも入れてあげてないの？当たり前だろ、水道代にガス代の無駄だ。ありえない。便所も1日2回まで。
トイレの回数まで制限してるの？あいつ根性ないからよく泣きながら漏らしてる。ひどすぎる。そんなのかわいそう。基本的にいつも監視をつけて自由にはさせてない。なのに今日はお前が無理に連れ出したんだよ。だから最初誘った時断られたってことね。まさかあいつ外で何か食ったり便所行ったりしてないよな。は？お前に母さんの代わりに監視させようと思ったのに話も聞かずに飛び出しやがって。聞かなくて正解だった。それにしてもまさか実家がこんな地獄みたいな場所になってたとはね。ただで済ませてやってんだよ。むしろあいつには天国だろ。奥さんのこと一体何だと思ってるの？奴隷。は？やつは奴隷みたいなもんだからお前も自由に使っていいぞ。何を言ってるの？あいつは家族じゃねえし遠慮はいらねえぞ。どうしてそんなこと言うの？結婚って奴隷契約だろ。一生あなたの指示に従いますって。最初からそういうつもりで結婚したってことね。当たり前だろ。そっか。お前クソ生意気で無能だけど一応俺の妹だからな。特別に貸してやってもいい。え？自分の奴隷だと思って好きに使って構わないぞ。じゃあ私も泉さんにお願いしたいことがある。おう、何でも好きに使え。実は引っ越しの片付けて人手を借りたいと思ってたの。明日東京に戻るから泉さんも連れて行っていい？いいぞ、こき使ってやれよ。ありがとう。どうなっても知らないから。やるじゃん、どうにでもしてやれよ。2週間後。いい加減に俺の奴隷を返せ。何の話？引っ越しの手伝いで借りるってもう2週間も経ってるんだよ。誰それ？うちにいるのは泉さんだけ。そいつのことだよ。彼女は奴隷じゃない。うるせえな。いいからあいつを返せ。できない。俺の嫁を奪うのか？連れ去りで訴えるぞ。それは違う、これは保護だよ。意味わかんねえこと言ってんじゃねえ。泉さんが家に帰ったらまたひどい扱いするんでしょ？こんな素敵な人にそんな生活はもう二度とさせない。偉そうにすんな、妹の分際で。昔からそうやって妹だとか女だとか偉そうなのはどっち？女が男に劣ってるのは世界の常識だ。女ってだけで何の価値もない。呆れた。俺はあいつと結婚してる。つまり所有権は俺だ。だからさっさと帰らせろ。泉さんとは離婚してもらう。私も家族の縁を切る。あいつは両親もいなくて頼れる親戚もいない。結婚するときに仕事も辞めさせた。離婚なんてできるわけがない。最初からそれが狙いだったのね。ああ、身寄りがない女性を選んで仕事もわざわざ辞めさせて逃げ場をなくした。だったらなんだ？結婚するまでは優しくて私もすっかり騙された。奴隷が欲しかったからな。完璧な計画だろ。最低最悪。とにかくあいつには頼る相手も金もない。俺がいなきゃ生きていけないんだよ。安心して、仕事ならあるから。5年もニートだったやつを雇うアホがいるか？私が雇います。は？日本に帰ってきたのは自分のお店を出すためよ。だから東京に家も借りた。お前が店？そんなの無理に決まってるだろ。だいたい金もないくせに。資金の当てならあるわ。体でも売ったのか？カズさんよ。は？誰？隅田川カズさん。あの地元の有力者の？そう。あの人とお前に何の関係があるんだよ。カズさんは趣味で小料理屋をやっていて小さい頃から遊びに行ってたの。そんな話知らねえし。言うわけないじゃん。お兄ちゃんに嫌がらせされて家にいたくなかったからカズさんの家に行ってたんだもん。お前全然家に帰ってこないし、どこ探しても見つからなかったの。それでか。お兄ちゃんに怒鳴られて泣きながら家を飛び出した時、店で偶然声をかけてくれたの。お腹が空いてるのか、ご飯を食べていきなさいって。よく知らないおっさんにほいほいついていったな。ちょっと怖かったけど、一緒に道歩いてたらすれ違う人が次々にカズさんに声をかけるから大丈夫だと思った。芸能人かよ。それくらいの知名度はあるわね。会社をいくつも経営してるし、いろんなところに資金援助もしてる。富豪かよ。カズさんの作ってくれた料理がすごく美味しくて嬉しくて、私も料理を作ってみたいって思った。お前が料理人を志すきっかけはどうでもいいんだよ。それからカズさんに料理を教わってるうちに料理人を目指すようになったの。だからどうでもいいって。フランスに行く費用もお店を出す費用もカズさんが全額援助してくれた。
お前のどこからそんな金が出てくるのか不思議だったけど、そういうことだったのか。もちろんお断りしたよ。どれだけ時間がかかっても自分の力で頑張るって。でも優子はもう娘も同然だ。君の夢は私の夢だから一緒に叶えさせてくれって、そう言ってくれたから。なんでお前なんか。カズさんと出会えたのも、料理を好きになれたのも、ある意味お兄ちゃんのおかげだね。ふざけんな。お前ばっかりいい思いしやがって。そういうわけだから、泉さんは私の店で一緒に働いてもらいます。だから離婚してください。絶対に認めない。あいつは会話落ちない。自分の立場分かってないよね。はあ、自分の会社の筆頭株主が誰かも知らないなんて、どれだけ末端の平社員なわけ。何言ってんだよ。お兄ちゃんの勤めてる会社、カズさんが巨額の投資をしてる会社だよ。嘘だろ。本当だ、知らなかった。まあ地元だとカズさんの息がかかってない企業の方が珍しいかもしれないけど。あの人がお前の愛人だからって何だって言うんだよ。恩人ね。俺たち夫婦の問題だ、会社には関係ないだろ。女性を大切にする人だから、どうなるかわからないわね。お前が次打ちさえしなきゃ何の問題もない。お前が黙ってろ。いいわよ、何も言わない。さすが俺の妹だな、話が早い。お兄ちゃんが黙って離婚に従うならね。え、何もバラされたくないなら素直に泉さんを解放して。くそ。もちろんこれまでの慰謝料をきちんと支払う約束もしてもらう。あいつに嫌がらせをしたのは俺だけじゃない、母さんもだろ。その通り。でもお母さんとはもう話が済んでる。は、息子かわいさからひどいことをしてしまった、反省してるって。俺のせいかよ。慰謝料の支払いも約束してくれたし、泉さんにきちんと謝罪もあった。お兄ちゃんとも縁を切るって。なんだよそれ、聞いてない。同居も解消するって。残念だったね、マザコン。お兄ちゃん、俺はマザコンなんかじゃない。母さんが心配だから一緒にいてやっただけだ。そう言ってるけど、本当は自分がお母さんと離れたくなかっただけでしょ。違う、一人ぼっちだね。嫌だ。じゃあこれから一人で頑張ってね。これを一人にしないでくれ。その後、兄夫婦は離婚し、泉さんは兄と母それぞれから慰謝料を200万ずつ受け取りました。数ヶ月後に兄が刺されたと風の便りで聞きました。離婚のショックから複数の女性に同時に手を出し恨みを買ったみたいです。自業自得、我が兄ながら情けないですね。母のことを今はまだ許すことはできません。ですが時間をかけて関係を改善していければいいなと思っています。私は先月無事にお店をオープンし、泉さんと二人で頑張っています。勝さんの紹介でお客さんもたくさん来てくれて、おかげさまで忙しい毎日です。いつか恩返しができるよう、これからも頑張るぞ。